防湿結節は心臓における刺激伝導系の一部である。赤線、刺激伝導系。防湿結節は心房と心室の間にある。田原敦氏がルードヴィッヒアショフの研究室で発見した。右心房の下方で心室中核近くにある。ホラボー結節から防湿結節までを刺激が伝わる速度や、 プルキンエ繊維などを刺激が伝わる速度と比べて、防湿結節では、毎秒約 5cm から、早くとも毎秒約 10cm と、刺激伝導速度が10分の1以下と大変に遅い。また、刺激伝導の上で心房と心室は、結合組織によって絶縁されており、心房の固有心筋の間を伝わる刺激は、剣と束のような奇形がある場合を除いて、 心室の固有心筋へは直接伝わらないようになっている。従って、防湿結節へ伝わった刺激が刺激伝導の上で心房と心室とを隔ている結合組織を唯一貫いているヒスタバを伝わることで心室側へと刺激が連動される。以上の理由により心房と心室の収縮に時間差を持たせることができる。正常な状態では心房からの興奮を スタ束に伝えるが、コラボを結節の作るリズムが途絶えた場合、防湿結節の持つ自動脳が調律の機能をある程度保管する。しかし、その時に作り出すリズムは40回、分程度と遅く、除脈となる。ありがとうございます。